つもご視聴ありがとうございます。今回は登録者の方が600人となりましたので、オープニングトークを特別に収録しました。600人になるまでを少し振り返っていきます。もしかしたら動画を公開した時には減っているかもしれませんが、その時はまた600人になるように頑張ります。その後は先週公開した逆不備予想の結果発表です。今回はコミュニティ機能を使って最終日のお昼休みに少し配信しました。その点についても振り返っていきます。こちらが動画の本編です。当チャンネルではこのようにいろいろなことにチャレンジしています。ぜひ一度見ていってください。少しでも気に入っていただけた方はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。改めまして600人登録ありがとうございます。いつも応援してくださっている方や高評価を押してくれる方、コメントくれる方、とても嬉しいです。チャンネル登録者が500人を超えた時、登録者数を公開しました。ずっと見てくれてる方は気づいてくれた方もいるかもしれません。今回はチャンネルスタートから600人になるまでを振り返ります。1000人になってからやれよと思うかもしれませんが、お付き合いいただけると嬉しいです。まずスタートしたのは2021年の7月22日、もう10ヶ月も前ですね。最初は資産公開や取引の公開をメインにしていて、今とは違いました。それで全く見てもらえず、8月には今のようなクロス取引を中心にした動画を投稿していきました。ここら辺から見てるよって方はぜひコメントで教えてください。いろいろ試してダメだったり、少しは見てもらえたり、動画をアップしても半日以上0回なんてこともありました。100人になったのは11月23日、4ヶ月もかかっています。それでも100人になったことがとても嬉しかったのを覚えています。この辺りは登録者を公開していないので、9月が終わっても100人もいなかったのは意外かもしれませんが、実は100人もいませんでした。急に伸び始めたのはちょうどお正月が終わって、初心者の方向け再生リストを出した時、それでも200人になったのは1月28日でした。すごく遅いと思います。そこから2月3月のハイシーズンで一気に登録してくださる方が増えて、4月6日に500人を超えました。このタイミングで登録者数を公開しました。そこから2ヶ月で100人の方に登録していただき、今日600人になりました。ここまで続けてきて、続けることの難しさや思うように見てもらえなかった時の悔しさもありますし、やっぱり登録者の方が減ってしまった時、いろいろ考えますよね。何がダメだったのか、あまりいいお話ができなかったのかなとか。でも減ってしまった悲しさよりも、新しい動画を出した時高評価を押してくれる方やコメントをくれる方、いつも見てくれる皆さんのおかげでここまで続けることができました。最近はこのチャンネルの動画を見て始めましたと言ってくれる方が多くなり、本当に嬉しく思います。これからも頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。それでは本編をどうぞ。お付き合いいただきありがとうございました。それでは本編に行きましょう。ここからは淡々と機械的に振り返っていきます。解雇は重要です。私たちは予想として出している以上、見てくださる方はそれを参考にしていただくことがあるかもしれません。予想には全力で取り組んでいますが、私は当たっても外れても解雇が重要と考えており、何事もなかったかのように次に行くというのは好きではありません。今回も全て当たったわけではありませんが、しっかり解雇していきます。まず最初に的中率を出していきましょう。今回は13銘柄を事前予想し、逆比部予想範囲プラスマイナス1以内に収まったものを的中とみなします。今回は11銘柄が範囲内に収まり、的中率は 84.6% となりました。外した2銘柄もコミュニティ機能にて評価引き下げ中間で決まる可能性について発信し、最高両立確率も引き下げておりました。トータル的には悪い話ではなかったかなと思っています。3月の的中率は101銘柄を予想し 87.1% でした。今回はたまたま最終日に在宅できたので、市場の動きをずっと見ていました。それによって気づいたことから、評価の引き下げやこの銘柄は危ない、この銘柄はいけるかもしれないといった情報を発信してみました。毎回はできませんが、在宅できるときは
次回もやっていこうかなと思います。在宅できなければ発信は難しいので行いません。それでは結果発表いきましょう。事前予想13銘柄の決定逆ヒブはこのようになりました。ほぼレンジ内で収まっており満足できる結果でした。外したものを中心に見ていきます。コスモス薬品です。こちらは事前段階では安値決着を見越しておりました。しかし朝いきなりの売り気配からのスタート、ここで空売りがかなり入ったのではないかと思い出来高も膨らんでいたことから午前の取引終了後発信を行い A 評価から B マイナスへの引き下げを行いました。出来高はトータルで100万株を超えていましたが、これは SBI 証券の一般信用放出が関係しているように思います。私の想定上限20万株の売り越しに近い水準、16万5000株の売り越しで上限超えの 6.2 円の決着でした。一般優位の結果となり申し訳なかったなと思います。大光、岡山製紙、小津産業、これらの銘柄はあらかじめかなり狭いレンジで高値を予想、最高両立確率はいずれも 80% 以上と判断。小津産業は午後からの売り停止で 90% 以上と判断しました。このような危険な銘柄を回避することが制度をやる上で重要であると考えます。結果を出すよりも危機を回避することの方が重要です。クリエイト SD、 こちらは一応レンジ内ですがレンジ上限、午前の配信でも出来高やや細く良い傾向と発信したのにレンジ上限で、これもあまり良くなかったかなと思います。想定上限6円、タイミング次第では精度優位ですがトータル的に見て一般優位でした。ブックオフは4円で中間決着、勝負した方は 1% 超えの利回りとなっています。ここは午前の段階では最高両立を予想していましたが、午後から売り停止が発動、これによって風向きが変わりました。午後1でこのような内容で配信しミドル決着が狙えるかもしれないと思い最高両立確率を 80% から 60% に引き下げました。結果的には中間決着を取れ、もし参考にしていただいた方がいたら悪い話ではなかったかなと思います。ちなみにここは私自身大きな失敗をしてしまい、その内容は4月5月の私の結果発表の動画で発表する予定です。以上、今回は5月逆ヒブ予想の解雇をしていきました。冒頭にくだらない内容を挟んでしまい申し訳ありません。今後ともよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、評価、コメントよろしくお願いします。